ブラック企業大賞2014年第3回目になりますけれども、ノミネート企業の発表の記者会見を行います。まず1社目、株式会社大賞。株式会社大賞は日本海庄屋などを経営している、東証一部上場企業である、大規模な居酒屋チェーン店です。でここではですね、日本海庄屋というその居酒屋では24歳の若者が過労で亡くなっております。ここでの特徴はですね、この会社は当時1日80時間という、1ヶ月80時間という時間外労働を給料の中に組み込むというやり方で、やっておりました。しかも事実上それは80時間働かないと満額給料がもらえないと、こういう賃金体系を組んでいました。そうした中でですね、この若者は、死亡前4ヶ月の総労働時間で1ヶ月平均約276時間という長時間労働を、強いられて、亡くなってしまいました。裁判ではですね、会社の責任のみならず役員の責任も追及するということが行われて、1審、2審、最高裁とすべて、争われたところ、最終的に最高裁でも労働者側の言い分が認められ、役員に対しても、7860万円の支払いを命じる判決が確定しております。こういった、若者を、使い潰してきたと。でしかもそれが賃金体系にも入っていたというところでノミネートいたしました。2社目、JR 西日本、西日本旅客鉄道株式会社。ここでもですね、28歳の若者が過労自殺をしております。この方はですね、2009年に総合職として入社しました。その後、仕事を続けるわけですけれども、保安業務などを担当しておりまして、その仕事自体がかなり神経使う仕事であったということでもありました。そういった中で残業時間は月160時間を超えることもあり、多い月ではですね、250時間を上回る月もあったということです。最終的に、身投げしてですね、自殺されてしまったということになります。この件は労災が認定されております。遺族は裁判も起こしておりまして、裁判では、JR 西日本側は因果関係は認めていますけれども、損害額について争う姿勢を示しているということです。3社目、株式会社ヤマダ電機。株式会社ヤマダ電機は、言わずと知れた、皆さんもよくご存知の、大企業です。ここでもですね、23歳の男性社員が、過労の末に自死しております。ここではですね、その方は当初は契約社員として入社して、その後正社員に登用されました。で正社員に登用されて、間もなくですね、店長、フロア長ですね、フロア長というふうに命じられます。その時点から管理職として扱われるようになったということです。で管理職に扱われて、ですね、そのこともあってか、A さん、この亡くなった方のタイムカード、出勤時刻の打刻は、始業時刻は刻まれているけれども、終業時刻には何らの打刻もないと、させていなかったということになります。でこの方の自殺もですね、労災認定されております。なお、ヤマダ電機ではですね、週刊文春の報道の限りではありますが、他にも過労による自殺と思われる問題が発生しているということもありますし、また、かなりの労働者が長時間労働を強いられているという現実が報道されているところであります。こういった理由から、ノミネートいたしました。4社目、株式会社 a1picture です。a1picture という会社はアニメーション制作会社です。代表的なものとしては大きく振りかぶってなどで、ここではですね、やはり28歳という若い男性社員が自殺をされたということになっています。A さんの通院していた病院のカルテには月600時間労働という記載もあり、また残業時間が労災認定されていますけど、その中での残業時間認定されているところで、多い月で月344時間というものです。7日間連続で会社に泊まったり、3ヶ月間休みがないということもあったということですが、残業代が支払われた形跡は見当たらないということです。2014年4月にですね、労災認定されております。この件はですね、アニメ制作っていう、若者が夢見るというかですね、非常にこう自分の好きなことをやりたいというところで、始めた仕事であろうと思われますけども、そういったその、本人の夢なり、やりがいなりを利用して、これほどの過酷な長時間労働を強いたというところで、そのやりがい搾取という言葉がありますけども、その象徴的事例として今回ノミネートいたしました。5社目、タマホーム株式会社。同社はですね、ローコスト住宅という、主力商品として扱うハウスメーカーで、CM などでは SMAP の木村拓哉さんなどが、宣伝に寄与されていますので、馴染みのあるところだと思います。昨年の3月には東証一部上場を果たしている企業です。この企業でも、47歳の男性社員 A さんが過労により亡くなっています。この亡くなったことについては、労災と認定されているところです。亡くなった方の労働の仕方はですね、短い月で83時間の残業時間、長い月で103時間ということになっています。ただ、労基署の調査含め書にはですね、タマホームの社員たちが、あらかじめ起用されている残業時間を超えて働かざるを得ない状況にありながら、残業はさせないという会社の、方針もありですね、業務量とその方針が全く矛盾している状況にあったわけであります。で、そういったことを、労働者の方でですね、社員たちが、工夫というわけではないんでしょうけども、終わらない仕事を終わらせるためにですね、意図的にログオフを忘れたり、もしくは社員の間でですね、ID の貸し借りをしていたんではないかという可能性が指摘されているところであります。遺族の方はですね、労基署の認定を上回る144から186時間の残業時間があったという主張をされています。で、この方は最終的に、会社のですね、支店対抗ソフトボール大会というものに出場した後、同僚と宿泊したホテルで急性心筋梗塞で亡くなっておられます。裁判が別途起こされておりますが、タマホーム側はですね、全面的に争う姿勢を示しているということです。6社目と言っていいのか、6つ目というべきか、東京都議会、これは言わずと知れた、今年の6月に起きたですね、女性の都議が、女性の妊娠や出産におけるですね、都の支援対策について質問している最中に、早く結婚した方がいいんではないかなどのやじが男性議員から飛ばされたという問題です。で、このやじを飛ばしたことを認めた男性議員も、その記者会見上でですね、少子化晩婚化の中で早く結婚していただきたいと思いなどとですね、また同じ趣旨のことを述べてしまうという、全くこの問題の本質を理解できていないことが露呈されています。で、他方で、やじはこの一つだけではなく、他にも、埋めないのかというやじなど、かなり女性蔑視に当たるものが飛んでいるわけですけれども、先ほど言った男性都議以外には、誰も発言当事者は名乗り出ておらず、またその発言者を特定もできていません。しかも昨日の報道ですかね、報告が、その各党の調査の報告では、幕引きを図ろうとしていることも発覚しています。こういったやじはですね、環境型セクハラに該当し、その発言があったところでの、労働者は、そういった発言によってですね、就労環境が不快なものになるということで、許されるものではないということになります。ところがですね、都議会はこの問題に対して、全く自浄能力がないということが、露呈しているところでありまして、雇用の現場の話が本来ブラック企業になるので、都議と都議会は雇用の関係ではありませんけれども、雇用の現場でもこういったセクシャルハラスメントに該当することは許されない発言であるということを再認識する意味も込めてですね、東京都議会をノミネートいたしました。特別にノミネートしたということになります。次に7社目です。株式会社リコー。同社はですね、資本金1億円を超えて、連結売上高は2兆円を超えるという超大企業です。同社は、人員リソース改革と称して、大幅な人事異動とリストラを計画いたしました。その中でですね、A さんという方、この方は技術畑で、歩んできた労働者で、かなり、専門性の高い労働者でした。特許件数も、100件以上持っているという、本当に専門性の高い方でした。しかしながら、リコーはですね、その A さんを退職させるという対象にしまして、辞めるように上司から面談を行いました。でその中で A さんは辞めないという意思を示したんですけども、上司からはそうだとすると意に沿わない仕事になると、生産系の作業的な仕事、物流系の倉庫での仕事、こういったものを例示されました。それでも A さんはなお希望退職に応じる意思がないということを示しました。そうしたところ、リコーは A さんを子会社に出向を命じて、その子会社は物流系の子会社であったため、A さんは今までのその技術畑、特許などを申請していくつも持っているわけですけれども、全くそれとは関係のない単純作業、商品の入荷業務とか、開墾業務ですかね、こういったものに従事させられました。A さんには個人机もパソコンも支給されなかったということです。裁判が提訴されまして、2013年11月に判決が下されています。判決の中で裁判所はですね、この出向命令は A さんが自主退職に踏み切ることを期待して行われたものだということを認定し、人事権の乱用として出向命令を無効としております。世に言う、昨年は追い出し部屋という言葉がありましたけれども、その一つの、もう少しこう、高度なものですかね、出向というものを絡めて、退職を勧奨しようとしたところ、それができなかったというところで、こういうやり方は許されないという一つの例として、リコーをノミネートいたしました。なお、リコーという会社はですね、経済産業省からホワイト企業に認定されているというところも指摘したいと思います。8つ目、株式会社秋田書店。秋田書店の件はですね、一部すでに報道もあるところではありますけれども、秋田書店は、少年チャンピオンなどを発行している出版社です。で、この会社にですね、入社された女性従業員の A さんがいたわけですけれども、読者プレゼントというものの時に、プレゼントの数より、発表しているプレゼントの数より、実際のプレゼントの数が少ないという問題を、目の当たりにしました。A さんはそれはやめたほうがいいんじゃないかというふうに繰り返し上司に訴えていたんですが、その訴えは一切聞き入れられることなく、A さんはこのような業務を指示され続けていました。A さんはその中で精神疾患を患い休職という状況になってしまいましたが、こういった A さんに対し秋田書店は、読者プレゼントを読者に送らず着服したという理由などをもって懲戒解雇したということになります。で A さんは、この読者プレゼントの数のごまかしについて消費者庁に情報提供を行ったところ、消費者庁の調査の結果、秋田書店に対して景品表示法違反ということで措置命令が発出されているところであります。懲戒解雇に関しては現在裁判で争われている最中ということになります。その消費者庁の認定したことからすれば A さんの懲戒解雇理由ということはまず、矛盾するわけでして、そういったところで、読者も騙し、労働者に対しても過酷な、環境に追い込んでいるというところから、ブラック企業としてノミネートいたしました。9つ目、これは招致深谷高校と株式会社イーストです。招致深谷高校は埼玉県の高校です。で、ここでは高校の非常勤講師が違法な偽装請負で働かされておりました。まず、高校の先生がですね、請負というところ自体で、違和感があるわけですけれども、さらにそれが偽装状態であったということになります。請負の場合は、注文主、要するに、請負を頼んだ側から直接指揮命令を受けるということはできません。ただ、先生という職でありますから、一切その学校の言うことを聞かずにですね、授業するということはありえませんので、すでにこの関係からして違法なものが組み込まれていたと言わざるを得ない、契約対応というふうに指摘できると思います。で、A さんは当然、指揮命令は学校から受けながら授業などを行っていました。さらにですね、A さんはその請負人であるその株式会社イストからも業務委託という、契約形態として扱われていました。従いまして、学校、イスト、労働者という多重業務委託関係、多重請負の関係にあったということになります。しかも、先ほど指摘しましたように偽装請負の状態であったということです。で、さらに A さん自身は、労働契約ではありませんので、社会保険、雇用保険も未加入と、こういう状況でした。厚生労働省の東京労働局はですね、2012年9月に、その偽装請負に関して、是正指導を出しています。要するに派遣、本来派遣である形なのに請負にしているということで、是正命令を出しているところであります。A さん自身は今、埼玉地裁の熊谷支部で係争中ということのようです。なお、一応指摘しておきますと、常識的には考えにくいことですけども、現行法においては学校の教師がですね、派遣であっても違法ではないということになります。以上、9つ発表いたしました。恒例になっております、誰でもですね、ウェブサイトからよくノミネート理由を読んでいただいた上で、やっぱりこの企業は一番ひどいと思うようなところに1社投票をいただくという仕組みを作っています。この投票の結果はですね、授賞式当日にウェブ投票賞として、票数も含めて発表いたします。授賞式の日程はもう決まっております。9月の6日土曜日、場所もここに書いてあります。で、授賞式では賞の発表のほかにですね、例えばシンポジウムをやったり、それから当事者の方に一言直接いろんなことを訴えていただくといういくつかの企画もしております。で、詳細が決まりましたらまたプレスリリースを流しますので、ぜひ事前に告知を皆さんお願いいたします。